ハニュる、アイスリンクから子供食堂まで総額1億超え、プロ転校で加速する子供たちへの寄付。7月25日、アイスリンク仙台が、ハニューゆずる、28、から新たに5,500万円余りの寄付があったことを発表した。このリンクへのハブの寄付総額は、8,700万円を超えている。ハブさんは、ジュニア時代からお世話になっているこちらのリンクに、継続的に自助伝の印税を寄付しています。 そのお金は、リンクの送迎バスなどに活用されているそう。とはいえ、プロ転向後の今回の金額は異例です。20年、21年の寄付額は約200万円だったので、文字通り桁違い。昨年から再びこのリンクを練習拠点にしている分、支援への思い入れも強まっているのかもしれません。スポーツ指揮者。実は同月、ハブは別の場所にも支援を行っている。17日、子も食堂宛にハブから、 プレゼントが届いたというのだ。SNS に投稿した米子市議会議員伊藤博恵さんは、詳細をこう明かす。東日本大震災、雇用教育健康支援機構さんを通じて、鳥取県内の子供食堂に100個ずつカプセルトをいただきました。直接ではないと思いますが、ハブさんからのご支援だと聞いています。ハブさんからの贈り物だと伝えると、子供たちは、ええー、と驚いて、大感激。 知らない子同士がカプセルの中身紹介をきっかけに中を深める場面もあり、こちらまで嬉しくなりました。このカプセルトイは支援機構を通じて全国の児童養護施設や子供食堂に行き渡っているそうだ。現に全国各地から喜びの声が相次いでいる。カプセルトイの中身は子供用の指輪やネックレス、文房具など、センターで高校生がイベントを開いた時には、 景品として使わせていただきました。青森県の子ども支援センター担当者。いただいたカプセルでタコの千本釣りを作って、夏祭りの出し物にしました。子どもたちはとても楽しんでいましたよ。ハブさんのポスターも一緒に届いたので、みんなで喜んで眺めています。鳥取県のベビーホーム担当者。支援機構に、ハブからの支援について問い合わせた。11年、震災の復興支援活動に共感していただき、 ハブさんがポスターの無償モデルを開拓してくださったのが始まりです。デザインが変わるたびに、ハブ家の方に確認いただいています。誰もが知るハブさんのポスターだからこそ、多くの人が震災や支援について考える契機になっているようです。そこから支援の幅を広げて、全国の子供たちにカプセルトイを配布することになってからも、こちらからご報告して、ハブさんに見守っていただいている形です。東日本大震災。 雇用、教育、健康支援機構の理事長。ハブと支援機構の間に直接的な金銭のやり取りはないそうだ。ただ、ファンからはこんな噂も。14年6月から約9年間、支援機構の寄付金リストに、エッチ様という方がほぼ毎月乗り続けているんです。都道府県や名前を明かさない方は珍しく、リスト内でも一際目立っています。14年といえば、ハブ君がソチ五輪で金メダルを獲得した年、 メダリスト会見でも、報奨金は寄付に使いたいと即答していましたし、エッチ様の正体が彼という可能性も捨てきれません。波乳ユズファン。名乗らず、こっそりと活動するのはハブの美学だという。前室のスポーツ指揮者はこう語る。支援の実績について、ハブさん自らが発信することはほとんどありません。公になっていないハブさんの支援はまだまだあるはず。どんなに有名になっても、 あくまで個人的に事前活動を続けたいという意志を感じます。16歳のハブの夢は、プロになって寄付すること。プロとして得た収入を誰かのために使うこと。それはハブが16歳の頃からの悲願だった。当時、インタビューで将来の夢を聞かれたハブは、結果を残してきていずれプロスケーターになって、そうやった時に稼いだお金というか、 本当に現実的なことになっちゃうけど、寄付だとか支え、縁をしていきたいなっていう風に思っているので、中略そういうものが今の僕の夢かなって思います。22年7月23日、テレビ朝日系、緊急特番、羽生譲る、感動をありがとう、チルダ終わりなき挑戦、うち、11年の映像へ、と答えていた。夢を掲げてから12年間、ハブは一直線に走り続けてきた。 地元仙台や被災地への寄付は選手時代から毎年のように言っていました。さらに平正五輪では、客席から投げ込まれた多数のぬいぐるみを、現地の少年少女にあげたそうです。未来を作る彼らに愛情を注ぐ姿勢は昔から変わりません。全室スポーツ指揮者。そして、かつての宣言通り、プロ転校以降は一層アクセル全開に、プロになり、少し余裕が生まれてからは、 子供たちのために時間を割くことが増えたようです。22年12月18日には、仙台の競技会の開会式にサプライズで登場。参加する小中学生に、緊張したら緊張したで、その字また強くなれるからと激励の言葉を送っていました。今年4月にトロントのアイスリンクを訪れた時にも、教室に通う子供たちに混ざって、一緒に練習していました。涙ながらにレッスンもしたといいます。 スケートの将来について、世界規模で思いを馳せているのでしょう。全室スポーツ指揮者。もちろん、金銭的な支援も欠かさない。昨年12月には、展覧会のグッズ売り上げ約8,500万円を社会福祉法人に寄付。アイスリンク仙台への寄付額と合わせただけでも、1億円は優位に超える。スケートに加えて、羽生譲るの理想を追い求めながら頑張っていきますと、プロ転校会見で語ってから1年。 ハブは着々と12年前の夢を叶えている。